対等バスケットボール。タイトルそのまま、対等が出したバスケットボールゲームです。もうちょいひねったりしなかったんでしょうか。サイドビューのオーソドックスなバスケットボールゲームですが、選手たちはスピーディーに、というよりなんかカサカサと、ちょこまかと動きます。地味なゲームかと思いきや、スリーポイントシュート時や、ダンクの時には、クローズアップされて、フルスクリーンアニメーションになるのが、かっこいいです。それぞれ特徴の違うチームが、用意されており、しっかりチームごと選手ごとの、個性が現れているのは、良い点ですね。ブロックやカットが難しいので、基本的に敵からは、手の入れられてしまいます。スリーポイントシュートを、連続で決められることもあり結構ストレス。バスケットボールゲーム自体が珍しいので、プレイする価値はあるかと思います。もともとはアーケードで出ていたファミコンへの移植作品。アーケード版は美しいグラフィックとかっこいい BGM が売りでしたが、残念なことに少し劣化しています。それでもファミコンにしては頑張っている方なんですがね。ゲームシステムもガラリと変わっているので完全な別物かもしれません。縦スクロールのシューティングゲームですが、敵を倒してタワーアップアイテムを取り、時期を強化しながら進めていく点は、オーソドックス。ショットは複数からの選択式です。難易度が非常に高く、序盤から敵の攻撃が苛烈。ステージ2にもなると、空中からも地上からも敵の攻撃が来て、シューティングゲームに慣れてない人は、苦戦すること必至です。二人同時プレイ可能なので、友人と協力しながら、やるといいかもしれませんね。赤龍を追う、元宮博氏の同名タイトル漫画を、モチーフにした、コマンド選択式アドベンチャーゲーム。主人公は飲んだくれの劉邦。ひょんなことから中国大陸を統一するまでの、立身出世を描いた作品です。普通アドベンチャーゲームといえば、謎解きの要素があるものですが、本作はただただ二択を迫られ、物語を進めていくような作りになっています。そのため攻略自体は選択肢の総当たりで、原作を知らなくても何とか進めていけます。漫画をファミコンで追体験しているような、イメージに近いので、原作を知らない方が良いかもしれません。二択を間違えると、理不尽に死ぬという展開や、バッドエンドも多数用意されているため、途中、心が折れそうになりますが、次の展開が気になり、何度もコンティニューしてしまう、不思議な魅力を持った作品です。プレイ時間も4時間程度なので、漫画を読む感覚で、ライトに遊んでみてはいかがでしょうか。コズミックイプシロン、アスミックが出した 3D 映像でゲームが楽しめる衝撃的な一本です。スペースハリアーのような主人公が人間で 3D 画面を所狭しと飛び回り、敵をどんどんやっつけていきます。マス、ビルや路面など背景がしっかり書き込まれている点に
度肝を抜かれました。しかし、それに気を取られて、気がいたら敵と空中衝突することも、良き思いです。また、今でもレアなファミコン 3D システムを、使うと、本当に飛び飛び出てくるので、敵弾に思わずスエーすることもあります。かなり難しいですが、高速で迫る敵の猛攻を、かいくぐれた時は感動ものです。3D シューティングファンならもちろん、珍しいゲームを楽しみたいなら、楽しめる一本です。未来戦士ライオス、リザーバス太陽系第8惑星ライオスは、一つの巨大な大陸が、6つの王国によって統治されており、15メートルほどの軍事用ロボットが、使用されていました。そんな中、悪の王国ゴインキアは、惑星すべてを征服するために、セシリア王国以外の4カ国を、瞬く間に制圧してしまいました。そんなゴインキアに対抗するため、セシリア王国から22機のバトルアーマーが戦いを挑んだというストーリーの戦略シミュレーションゲームです。ワールドマップを移動してエリアに入って戦闘をし、倒せばそのエリアを解放というのを繰り返していくことになります。あとのロボットゲームでは基本となる各バトルアーマーの武装や移動用のレッグのアッセンブルが可能な点は大きな評価ですが、難易度自体はやや大味なのがちょっと残念ですね。バトルストーム、米沢というメーカーが出した、ローシミュレーションゲームです。内容は、司令官5人から1人を選んで、兵器を生産して、敵の拠点を破壊する、今時のタワーディフェンスゲームの、先祖のような内容です。まず、司令官の名前は、ランボやアーノルトウ。当時の映画ファンなら、にんまりできる名前ばかりで、なんだか楽しいです。ユニットについても、攻撃力や移動スピードと細かく違うので、うまく組み合わせて使わないと、攻撃重視で行き過ぎて、気がついたらスピードスターな敵に、あっという間に攻め落とされることも、よくあります。スピード感もあるので、相手の動きを先読みして、戦う必要があるので、まさに司令官のような気持ちになれます。兵器の動きもいい感じなので、80年代のアクション映画好きなら、どっぷり疲れます。ステッド、遺跡惑星の野望、三電子が出した。当時としては珍しい SFRPG です。未来のとある星で、異星人の侵略に立ち上がる3人の男女と、ロボットの戦いが描かれています。戦闘自体は、コマンド式ですが、このゲーム、頭や胴体等に、耐久力が設定されていて、ゼロになると使えなくなります。敵が基本強いので、新しいフィールドで、敵のボディ一撃で沈むこともあります。またダンジョンが 3D というのも、珍しく最初は本当に戸惑いました。しかし、ロボットはパーツを、買ったりして徐々に、強くしていくのが楽しいですし、ストーリーも奥深く、上質な映画を見ているようです。難しい RPG 好きならもちろん、
ハードな SF 好きなら、この4人と世界観に、どっぷり浸れると思います。しかできないプレイをしない。